い、カトサンバ始まりました。今回のカトサンバはですね、ここは山形県の上の山市やってきております。上に山って書いて上の山っていうのがありますね。上山じゃなくて上の山。このね、駅前にはね、温泉地が広がっていてですね、観光ガイドマップなんてあったりとかして、すぐ行きましょうか。マンションなんですけど、やっぱこの辺山形は雪がね、すごく豪雪地帯なんで、雪かきを、するっていうのが、まあ、鉄板になってくるんですけど、冬はこのスカイタワーはですね、雪かきから逃れられるという、上がね、多分雪が流れ落ちるような、ここでなってると思う。いや、魅力的らしいですよ、この辺の人は。これは魔女、着きましたよ。ちょっと上がってきたぐらいなんですけどね。どうやらその山形県で、残っている、唯一のお城、復元はしたんですけど、当時の、似たような感じで復元ということで、あとはね、城跡になってるんですよね、山形でもね、お城は。これね、上山城のお城の横をね、こう曲がってきたんですけどね、曲がってすぐのところになってます。これ上の山のワインの産地ですね。山形はブドウの産地で有名です、ね。ブドウの木がなってますね。ここから入ってるんですか。日本三本ぐらい。でも栗人のロケ地って書いてあります、ね。これがね、いわゆる主人公の、実家という。ここが撮影地に使われたらしいです、ね。神山コンチェルトって、コンチェルトって書いてあるのかな。はい、ということで上野山市散歩させていただきました。上野山、送り人のね、撮影場所になったですね、コンチェルト。そして、ポツンと立って、41タワーやっぱ雪かきがね、かなりネックなんですね、この時期はね。ということで、さすが東北って感じなんで、ロケ地でした。ありがとうございました。